普遍的な普遍的飲食の動画ですよ、これは。すごい名です、すごい名です、すごい名です。ものすごく大きい声を出せますよ。ボヨーン、ボヨーン、どうもおはようございます。元ベイスターズ佐伯です。それでは今日食べていきますのはこちらでございます。ピヤンゲクノクヤクスブモックス、皆さんご一緒にピヤンゲクノクヤクスブモックス、こちらをやっていきたいと思います。もうね、ちょっとペヤングね、変なペヤングシリーズ続いておりまして、もう皆さん飽きてきてると思いますけども、まだ続きますんでご容赦お願いします。珍しい系のカップ麺をちょっとどうせなら紹介したいと思いまして、いろいろ買ってくるんですけど、珍しい系ってね、大体焼きそばなんですよ。なのでごめんなさい、焼きそば変なペヤングとか続きますよ。それでは中身拝見。はい、こちらですね、開けていきましょう。ビル・エヴァンス、こういう風になっておりまーす。ねえ、まずはキノコね、すごいね、冬虫夏草みたいになってますね。何かでね、これびっくりした、こんなペヤング初めて。ソースがね、透過しております。めちゃくちゃ透明系のソース、なんか楽しみですね。結構ね、油も少なそうなのでさっぱりしてて美味しそうですね。それではお湯入れて3ミニッツ後にぶっ飛ばします。ブーマーイマイのマーお湯入れて3分経ったよ。これね、この感じ、この感じって珍しいね、ほんとね。焼きそばってなんかもっとなんかね、油がいっぱい入ってデローンとしたね。わっ、わっ、すげえ、松茸だこれ。松茸の匂いじゃねえ、ねえ、ねえ、松茸の匂いじゃんね。あ、すっげえ高級の匂いじゃんね。ゴビーじゃんねえって うざいじゃんねえつってね、言ってますけど。混ぜていきますよ。あら、あらららら、うん、うん、素晴らしい。あのね、和食ですね。あの、松茸の匂い、本当に。おお、すげえぞ。あの、ちょっと前にアップした、あの、ポルチーニだけの、あの、カップヌードル。あれもね、すごかったんですよ。あの、キノコの香りが、素晴らしかったんですが、これはね、もう松茸の香りね、すごいね。こんばんは、パンチョ伊藤です。ちょっとじゃあ食べてみましょうね。これかなりなんか期待できますね。すげえ、あの長谷園のお吸い物の香りって、あのね、松茸の香りなんですが、あんな感じ、うん、となんか他のキノコのおいにも感じますが、まあそれでは行ってみましょう。いただきます。和ですね、和ですよ、これはうまいわ。あのね、もしもしですよ、ペヤングしか今後の人生で食べれないという謎のルールができた場合、数あるペヤングの中で私はこれを選ぶと思います。うん、あのペヤング今まで食べてきた変な味のペヤング史上、一番あっさりしてるし、多分一番飽きづらい、そんな気がしますな。うん、これはちょっとレベル高いね。うん、うわー、めちゃくちゃね、もう好みど真ん中の味ですわ。うまっ。
日本人でよかったな味ですね、これね。うん、はい。で、今日のお飲み物をご紹介したいと思います。今日はですね、焼酎の水割りかと思いきや、一周回ってね、何を持って一周回ってって言ってるのかは自分でも分かりませんが、一周回って水、ミネラルウォーター。うん、これもね、今後絶対一種類の飲み物しか飲んじゃいけないって言われたら絶対皆さん水って言うでしょ。今日はそういう回です。普遍的飲食の動画ですよ、これは。うめえな。これをもしかなりこってりがっつり食いたいとしたら、ここにバター一かけですね。これもう間違いないです。もう 100% うまいです。でも値はこのまま食べたい。ちょっと刻んだ三つ葉は入れたい。うん、これは相当完成度が高い一品ですな。うん、これちょっと相当気に入っております。あの前回のね、ニンニク納豆、あれもめちゃくちゃうまいですけどね、あれはもう超ガツンとした味なので、これはね、なんかちょうどいいわ。変なペヤングってもう何回かやってるんですけど、もしね、まあ、今後も変なペヤングってどんどん出てきますから、変なペヤング十何個食った絵で、その総括としてね、過去に食べた変なペヤングシリーズのランキングみたいなね、そういうのちょっとやろうかな。誰も興味ないでしょうね。いいんですよ、いいんです、誰も興味なくたっていいんです。うん、うまいわこれ。あ、しまった。ちょっと酢ね、ビネグー、ちょっとビネガーね、酢を垂らせばよかったかな。もっとさっぱりすると思う。だってこれカップ焼きそばなのに、この油分がね、ほぼほぼないんですよ。この普通こうデロンとつくじゃないですか。それぐらいね、結構これね、ほんとあっさり、うん、これだけで食事するとしたら2個は食わないといけませんね。うん、いやいいね。これね、水を選んだ私のセンスがね、私の中では良かったと思う。まあ、ぶっちゃけまだ昼過ぎの3時なんで、まだちょっとね、お酒入れるべきではないかなと思って水にしたのは内緒ですけども、はい。じゃあね、変なペヤングシリーズはサクサクいきましょう。うん、まだまだあるんで、うん、あと変な焼きそばね、変な焼きそばもいっぱい家の中にあるんで、それをどんどん、消化していきたいので、ちょっと焼きそばロード続くかもしれません。そんな中、最後までご視聴いただいてくださいましたで、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。